初手は後ろ攻めとなった北日本勢がレースを動かしてまいりまして3番手まで上がってまいりましたここは5番の金貝の横で止まって4番の佐藤和也さあ3番手が並走となっています内が九州勢外封じ込めているのが北日本トリオ前では短期の2人が待ち構えます さあ中段争いがここはかなり激しくなってまいりました金貝も引きませんそして4番の佐藤和也さあ佐藤が3番手外兵装から一度切りに行きますかここで北日本勢が先頭に変わりましてさあ5番の金貝ですが金貝がすかさず巻き返していきますさあ九州勢巻き返してまいりまして北日本勢を叩きに行くさあ前で4番の佐藤がここは飛びついてまいりますでしょうかさあ4番の佐藤が現在は3番手付近です あとは後ろから8番の中村中村がいった中村いった短期で8番の中村和正が自ら縦に踏んでまいりましてあとは後方から3番の伊藤有希もまくっていく1番塚本がブロックを見せるんですけれども8番の中村、あとは外2番の庄司も突っ込んできた4コーナーを回ってくる外を通って先頭2番の庄司中を割って7番の甲斐坂ですか。